では向こうだクニコの短編、くるみの部屋を朗読しますくるみの部屋 結婚式は無事に終わった我ながらよくやったと褒めてやりたかったと言っても花嫁は桃子ではない桃子の同僚の梨恵である桃子の一つ下だから29歳の花嫁だった桃子のやったのは花嫁の親友という役どころなのだ 自慢じゃないが、やりつけている役なので慣れているつもりだが、今日のは少し答えた。もしかしたら、花嫁の席に座るのは桃子かもしれなかったからである。新郎の関口さんは、私たちの編集部ではいつも二番手でした。でも私たち女の子には一番人気でした。 二流の大学を出た次男坊というのが肩が張らなくてちょうどいいのです。美男してないというところも女に自信を持たせてくれました。新人の女子社員は若さで。親がよくて土地や家のある女の子は固定資産で。私のような売れ残りは実で迫りました。自分で言うのもなんですけど私はかなりいい線を言っていたと思います。 そうなんです。あの晩残業の帰りに酔っ払った関口さんがラブホテルの前で私の手をギュッと握った時「うわーすごい握力!」なんて茶ゃかせなかったら今日は私が白いベールをかぶって花嫁の席にとスピーチしたら披露宴の席はどんなことになるか思っただけで体がカッと熱くなってくるがもちろんこれは夕べスピーチの稽古をする前に 頭の中でつぶやいてみただけである。実際の桃子は、去年の暮れにスーパーの福引きで当たった三分の砂時計を使って練習した。新郎新婦の何よりの理解者という感じのスピーチを精一杯嬉しそうに喋って、ちょっとした拍手をいただいた。嬉しそうに喋っているうちに、本当にそんな気持ちになってしまい、 感動で語尾が震えてしまった。この辺が桃子のおかしなところであろう。花嫁は泣いた目をしていた。もう一息で三重の大台というところでゴールインできたのだから、三々九度の時、涙をこぼしたのだろうと思った向きが多いらしいが、それは深読みというもので、実は化粧室でちょっとした騒動があったのである。 お色直しに貸子衣装だが打ちかけを切るだから血髪とカツラだけはホテルの美少室で頼むことにしたが化粧はプロの手を借りずに自分ですることにしていた勧めたのは桃子である花嫁の理恵は服装であったメイクの料金たったの千円よ。 一生に一度だもの私あたし頼みたいな。一生に一度だから自分ですべきよ。他人にやってもらうと別な顔になっちゃうから。何々すべきというのは桃子の口癖である。そうかなあ。あなたの顔はあなたが一番よく知ってるのよ。三十年付き合った顔を一番大事な日に他人に任せることないじゃない。 29年よ、私は。どっちにしても結婚式場の CM に出てくるような10羽一からげのお嫁さんになってもいいのあたしだったら絶対に嫌だな人の世話を焼いているうちに自分が当事者のような気になり強引に押し切るのも桃子のやり方なのだ女の身内のない梨絵のために当日桃子は 朝早くからつきっきりで世話を焼いたのだが美小室で首の周りに白布を巻きパタパタポンポンやっていた理恵が「あっ」と叫んで片手を阿波りのようにくるりとひっくり返してみせた「大変だ忘れちゃった」まつげをカールさせる器具を忘れたというのである桃子はふふっと笑いながら 自分のバグからその器具を出して兄弟の前に置いてやったこういうことがあるんじゃないかと思って持ってきたのよ役に立ってよかったリエは真っ白い羊のような顔で桃子を見つめた「あんたには何から何までお世話になったわねいいから早くしなさいよ」。口を半分開け 鏡に顔をくっつけるようにしてまつげをカールさせていた理恵がまたあっと叫んだ今度の青は前のより深刻である理恵のまつげは片目分そっくりなくなっていた桃子の貸したまつげカーラーにくっついて取れてしまったのであるまつげを巻き込む部分のゴムが 古くなったせいか参加してベタベタしていた。入念にぎゅっと巻いたときにくっついてしまったらしい。どうしよう。こんな顔じゃ出られないわ。兄弟に泣き伏したリエの背中を桃子はどんと叩いた。私、謝らないからね。謝ってる暇に地下のアーケード行ってつけまつげ買ってくる。 美少室を飛び出しながら男ならこういう時ざまあみろと言ってるところだなと思ったやっぱり神様はおいでになるのだ人のものを横取りした人間には罰を与えになっているだがこんな気持ちは一瞬のことであとは全力で駆け出した桃子はつけまつげに右と左があることを初めて知った 桃子もリエも化粧はあっさりしている方なのでつけ方がよくわからない結局美少室のメイク係の世話になってしまった「おっしゃっていただけばつけまつげうちの方にありましたのに」と言われたりして結局桃子は祝儀袋に千円包んで渡す羽目になってしまった桃子はいつもこうである人のために しなくく。てもいい世話を焼く一生懸命やりすぎて裏目に出るその分をさらに引きかぶったりするから損ばかりしている現につけまつげの代金1,800円も桃子の持ち出しである「ねえ夜大丈夫かな?え」「えつけまつげ取れないかしら」「特殊なノリだから大丈夫じゃないかな?」 それとももう夫婦なんだから正直に白状しちゃった方が後々のためにはいいいかもしれないわよ。そのくらい自分で考えなさいと答えればいいものを大真面目に夜の部の部相談にまで乗っているのだ。考えればアホらしい話だがともかく気持ちの奥に隠しているものを見透かされることなく東京駅で新婚旅行に出発する新郎新婦を万歳で見送ることができた。 編集部の連中はこれからカラオケバーへ繰り出すらしい「私は失礼するわ寄るとこあるからわざと声を落としてさりげなく言うのがコツである」「またウグイスラにですか結婚式のあとは恋人のとこへ寄りたくなるものですか?」イエスももノーも言わず、意味を持たせて、 目だけで笑って別れるやり方もこのごろ覚えたそんなわけで桃子は今鶯久谷駅のホームに座っているやりきれない気持ちになった時張り詰めていた糸がプツンと切れそうになった時桃子は鶯久谷駅のベンチに座りに来る。 恋人なんているわけがない。いるのは歩いて10分ほどのところに若い女と一緒に住んでいる父親である桃子の父親が家を出たのは3年前である中どころの薬品会社に勤め堅物で通っていた父である母親桃子の弟と妹 家族五人、贅沢な味は知らなかったが暮らしに不自由することはなかったところがある日いつものように出勤したきり父親は帰ってこなかった徹夜麻雀や外泊などする人間ではなかった事故を心配して次の日勤め先へ電話した母親は 一月も前に会社が倒産していたことを知らされたお父さん弱み見せない人だったから二日酔いでも口を押さえて会社へ行く人だったから会社潰れたって言いにくかったのかねお母さんが行けないのよ二言目にはお父さんを見なさいって奉てるんだものお父さん後に引けなくなっちゃったのよ 親子喧嘩をしてみても後の祭りであった父親からは三月たってもうんともすうとも言ってこなかった母親は毎日少しずつ痩せていった思いあぐねた桃子は父の部下だった都築を訪ねた自殺も考えられるしやっぱり捜索願いを出した方がいいんじゃないでしょうか 流行らない喫茶店だった。冷えたコーヒーには膜が張っていた父親より一回り下だからもうすぐ40の続きは立て続けにタバコをふかしてから「三田村部長は生きてますよ」言いにくそうにつぶやいた「運ぐ谷のゴミゴミした路上奥のアパートに住んでいるという」。 どうしてそんなところに叫びかけた桃子の口を封じるように続きはタバコの輪と一緒にもう一度つぶやいた一人じゃないんですよ続きの後ろにルノワールの絵がかかっていた安物の複製だったコロコロに太った胸元をはだけた若い女がぼんやりとした顔でこっちを見ていた 額が少し曲がっている年は356かなおでん屋といっても屋台に毛の生えたような品物らしいんですがねそこのままをしている人だそうですよルノワールは確か女中奥さんにした人だこのモデルがその人かしら頭のてっぺんの薄くなった書籠の画家が 女中部屋に呼ばいに行く図柄がちらちらした老が家の顔が父親そっくりになっている桃子はそのアパートに連れて行ってほしいと頼んだ「行かない方がいいと思うな男にはメンツというものがある三田村部長は人一倍それの強い人だし表沙汰にしないで 時を待つ方が利口じゃないですかアパートの場所を知っておくだけだから絶対に中へ入らないからと桃子は食い下がった「お父さん血圧高い方だし万々、ま、一の時死に目ぐらいには会いたいわ」「仕方がない」という顔で続きは伝票に手を伸ばしたかなり年代ものの 木造モルタルアパートの前に立った時はもう日が暮れていた玄関に小学校のような大きな下駄箱があり土間には子どもの運動靴やサンダルが散乱している「さあ行きましょう」というふうに肩をたたく続きの手を振り払って建物横手の人一人やっと通れるほどの空き地へ歩き出そうとした時。 とっきの部屋のガラス窓が開いた。男の手首が伸びて、窓に干してあった女物の,のブラジャーと下履きを取り込んでいる。お父さん。目隠しの板で顔は見えないのだから、あの時どうしてこう言ったのか、自分でもわからない。下着を引っ張り込んでガラス窓は音を立ててしまった。 ごめんください!」。ごめんください大きな声で叫び目隠しの板を叩いている桃子を続きは引っぺがすようにしていった「今日は帰ろう」。桃子は続きの胸に飛びつくとおでこを揉むようにして荒い息を沈めた帰りに振り返ったらガラス窓の内側には色の冷めたカーテンが引かれていた。 一断る場合桃子は必要以上に張り切るところがあったその気はあったのだがその晩からさらに拍車がかかった戦闘態勢に入れりという実感があった目黒駅を降りると桃子は家へ公衆電話をかけた受話器を取ったのは 中学三年の妹、洋子だった。晩ご飯食べちゃったお姉ちゃん待ってたんだけど、お腹すいたから今食べよって言ってたとこ。よかった。とっても嬉しいことがあったから、お姉ちゃんうなぎをおごるから待っててよ。嬉しいことって何よ。食べながら話す。父親が食卓に並ばなくなってから、食べるものは、 目にに見えてて粗末になっていたうな重など久しぶりのことである月給でも上がったのかい母親は「お母さんはいいのにもったいない」と言いながらそれでものろのろと口を動かし大学二郎の弟健太郎は淡くって書き込んだものだからつっかえたりしている妹が「なんだか気味悪いな」 夜中に一家心中なんていうの嫌だからね。とおどけたところで、桃子はわざと陽気に切り出した。お父さん、元気だったのよ。皆の箸が止まった。仕事見つかったら帰ってくるつもりじゃないかな。母親がうな重を下に置いた。どこにいるの下町の方。 下町だって。お父さん一人じゃないんだって。盛大に口を動かしながら桃子はクククッと笑ってみせた。女の人と一緒にいるらしいのよ。お父さん今まで脇目も振らずまっすぐ一本道歩いてきたでしょ。会社潰れたんでびっくりしてひょいっと横丁へ曲がっちゃったのね。挫折した時浮気やなんかしてる人の方が抵抗力あるわね。 うちのお父さん免疫がないから桃子は会話が途切れて空白ができた時の母親が心配であった生真面目でこれといった趣味もなく家計を切り盛りして夫に尽くし子供を育て上げることだけで更年期を迎えようとしている母親はそれでなくても愚痴っぽく情緒不安定であった 女の人は小さなおででんん屋のママさんであること。お父さんはおでんが好きだったからよろめいたかなとふざけたりしながら桃子は母親のうな重をのぞいていたうなぎは母の一番の好物である残らず食べてくれればあとは大丈夫だなんとか切り抜けていけるだろうお母さんも頭にくるだろうけどお父さんに休暇やったと思って 乗り込もうなんて思ったら負けだからみんなで元気出して待とうじゃないの後から考えれば小賢しい言い草としか言えないがその時は真剣だったおばんちゃでいいかい母親がポツンと言った普段の声であるうな重は空になっていたあれうなぎにおばんちゃはいけないんじゃなかったかな バカだねうなぎに梅干しだよ食べ合わせは笑った母親が急に立って台所へ駆け込んだえずく声に桃子が立っていくと母親は流しに捕まってあえいでいた食べたものはきれいに戻していた何も健太郎や洋子の前で言うことないじゃないか 口元からよだれの糸を引きながら母親が桃子を睨んだ桃子は母親が上三白眼だったことに初めて気がついた「ごめんねいつかわ分かることだと思って」お母さんにだけ言うのは分かっていたけれどそうするとどうしても話が深刻になり陰気になる逆上して お前そこの場所知っているんだろうさあすぐ連れて行っておくれということになりかねない帰っていけないと思ったのよこれからは嫌なことはわざと大きな声で面白そうに言うからねそうしないと切り抜けていけないと思うのよそんな気持ちを込めて母親の背中をさすってやって 桃子の手を振り払うようにして母親がつぶやいたお母さん一生懸命尽くしたと思うけどねお父さん何が福だったんだろうその一生懸命がいけなかったんじゃないのと言いたかったこのうちにはユーモアのわからん人間がいるな。 いつだったか夕食の席で父親がこう言ったことがあったそう言った父親がおよそユーモアとは縁のない面白くもおかしくもない人間だから桃子はおかしくなったが台所から正月着を持って入ってきた母親は傷手てにならないという感じでムきになった「お父さんそれ私のことですか?」。 何もお前だって言ってはしないよ。じゃあ誰なんですか。まあいいじゃないか。よくありませんよ。はっきり言ってくださいな。くどいな。そういうのをユーモアがないって言うんだ。はためから見ればこれもユーモアの一種だろうが失意の父が家へ帰るのが疎ましくなった理由はこの辺にあるのかもしれないという気がした。 母親は行き届いた女だった整理整頓が好きでいつ誰にどこの引き出しを開けられても恥ずかしくないと言っていた家計簿も一円の間違いなくつけるが日常茶飯でも曖昧を嫌がりはっきり黒白をつけないと気が済まないというところがあった着物の着付けなども襟元をゆったり着ることができず きゅっと詰めてきていた父と一緒に暮らしているおでん屋のママという人は喫茶店で見たルノワールの絵ではないが襟元のしどけないだらしのない女ではないかと思った茶の間には不安そうな弟と妹の顔があった母親がもう一度切なそうな声でえずいた。 その骨ばった背中をさすりながら桃子は自分の中のいろいろなものを諦めたもう一息何とかすれば実りそうな恋女らしいおしゃれ決算の時の帳簿のようにこの日で赤い線を引こう弟を大学にやらなくてはならない 悪というハンデに苦しんだ父親を見ていたから健太郎だけは石にかじりついても昼間の大学を出してやろう洋子にもお金の苦労をさせずに高校生活を送らせたい大丈夫お姉ちゃんがついてる桃子は少しおどけてゴリラのボスのようにどんどんと自分の胸をたたいてみせた。 幸せは歩いい。てこないだから歩いていくんだね。桃子はそれまで水前寺清子など花も引っ掛けなかった衣装も歌い方も泥臭いと馬鹿にしていただがすぐにも社宅を出なくてはならない公団住宅の申し込み外れたので安いアパート探し印鑑証明を取りに行くなどという時にドビュッシーや井上陽水では どうにも異性が良くないのだ。かかとのぺちゃんこな靴に履き替え胸を張って勇ましく歩く時には水前寺記憶が一番いいことが分かったのである一日一歩三日で三歩三歩進んで二歩下がるその通りの三年間だった獅子粉じんと諸突猛進ライオンとイノシシを一日おきにやっていた 桃子は職場にも父の家出を言わなかった前よりも笑い上吾になったよく笑いきびきびと働く桃子に対して編集部の連中は何かいいことでもあるんじゃないのと噂した泊まりがけでスキーや海水浴に行く場合も桃子だけ行かなかった私はちょっと。 意味慎重な含み笑いをしてチョコレートなどを差し入れて仲間に入らないのであるこれも「三田村さんは付き合ってる人がいるらしい」という噂になって跳ね返った恋人のいる女の子は親に対しては会社の旅行と称して二人だけの別のところでスキーや海水浴をしてくるものであるだがこれは 桃子のささやかな虚栄心でありプライドであった毛玉の出た古いセーターを着る時は楽しそうに笑ってきた方が惨めでなかったからだ少しでもおかしいものを見つけたら笑える時に笑っておきたいと思ったから笑って自分を励ましたいと思ったからである思わせぶりに笑って旅行に行かなかったのは 費用が惜しかかったからだ。遊ぶ暇があったら母親の手伝いをして要塞の内職の裾かがりをした方がいい全てが八方塞がりであったいつまで待っても父親は帰ってこなかった桃子は勤めから帰ってアパートの窓が見えてくると 自分たちの部屋だけ明かりが暗いように思えた。ドアの前で大きく深呼吸をして「ただいま!」勢いよく中へ入った。甘いものの好きな母のために安いケーキや甘栗の包みを下げて帰ることもあった。いい知らせを持って帰れない代わりに温かいものか甘いものを抱えて帰りたかった。 口を動かしているときだけは、母親の愚痴を聞かずに済んだ。食べ物で口封じをしたせいでもないだろうが、母親はよく食べるようになった。どちらかといえば食の細い方だったのが、悔しいと言っては冷蔵庫を開け、もうお父さんなんか帰ってこなくてもいいよ。夜中にビールの小瓶を開けるようになった。 一年もたつと「この頃の帯は短くなったね」というようになったが帯が短くなったのではない母親が太ったのである。弟の健太郎は母のミシンの音を耳栓で防ぎながら受験勉強に励み二流ながら大学の工学部に合格した物理科学のほかは全く物知らずな人間である。 ワカサギのつけ焼きを食べていて、えこれワカサギっていうのかびっくりしている。俺ワカサギって言うからサギの若いのかと思ってた。という。今までにだってこれ食べたことあったじゃないの。しらすのでかくなったのだとばかり思ってた。という具合で男と女の機微など相談するだけ無駄だった。 講義をやりくりしてアルバイトに励み姉を助けようという気働きもない代わり学生運動だの女の子との付き合いで曲がったりしないのが取り柄である妹の陽子も頼りにならなかったやっと高校生の女の子だから仕方がないが頼りにならない以上にこの妹には目の離せないところがあったでき損ないと言ってしまうと身も蓋もないが 少し緩んだところがある欲しいとなると見境がなくて子どもの自分よく菓子屋の店頭のアイスクリームボックスから二つ三つ取り出しては家へ持ってくる母親が金を持って謝りに行った金親の後について行ってしまい警察沙汰になったこともあった学校の成績も群を抜いて悪かった ももららっってくれる人があったら誰でもいい。間違いを犯さないうちにお嫁にやらないと父親も母親もそう言っていたこの妹に対してお手本となるためにも桃子は貧困法制であらねばならなかった桃子にとってたった一つの息抜きは父のことを聞くために続きと会うことであった。 ウグイスダニはどういうつもりなのかしら初めの一年はお父さんと言っていた次の一年はあの人になり三年目に入って「うぐいすダニ」と呼ぶようになっているうぐいすダニね続きの方ももう三田村部長とは呼ばなくなっていた半年ほどは失業していたが 外資系のの製薬会社に職を見つけ、暮らしの方も安定ししているらしい。るら桃子が父のことを切り出すといつもタバコを出して火をつける「桃太郎がついてるから大丈夫だと思っているんじゃないかな」「桃子のことを父はよく桃太郎と言っていたこの子が男だったらという気持ちも入っていたかもしれない。 ずいぶんひねた桃太郎ほんとに桃太郎だよな犬猿キジをお供に連れてよく頑張ったよ白い鉢巻き締めてねよくやったな偉いよ続きに褒められると胸の奥がさゆでも飲んだようにあったかくなる何もかもっぽり出して「一抜けた」って言いたくなる時あるだろう 押すだけとかいう魔法瓶があるそうだが続きがまさにそれであったちょっとしたねぎらいの一言でたあいなく熱いものが上に上がってくるのである続きからは月末になると必ず編集部に電話がかかってきた今晩空いてるかなもし都合よかったら例の件で相談しましょう 電話口の言葉もいつも同じであった。例の件というのは父親のことだが、本当に相談が必要だったのは、一年目までである。父親のアパートは、続きと相談で、桃子も知らないことにしてあったのだが、母親がどうしても教えてもらいたいと、続きの新しい勤め先に乗り込んだり、初めの一年の間には、 かなり高ぶった一幕もあった。桃子自身も母親とは別に父と2人だけで話したいと仲介を続きに頼んだがいずれも不成功に終わった「会わす顔がない」「申し訳ないが死んだと思ってくれ」2つの答えが続きを通じて交互に返ってくるだけだった。 家族に乗り込まれるのを恐れるのなら住まいを変えればよさそうなものだが父は上ダ谷の最初のアパートを動かなかった一緒に暮らしている女のやっているおでん屋がすぐ近所にあるらしいあれは父が家を出て半年目だったろうか今日こそ直談判しようと桃子は続きにもないで にへ出かけたことがある夕方近くだったが駅前の大通りを曲がろうとしたところで父と出会ってしまった父は小さなスーパーから買い物ごを抱えて出てきたところだった棒立ちになった桃子の鼻先でジャンパー姿の父も立ちすくんだ 古びて飴色になった塔の買い物籠か,からはネギやトイレットペーパーがはみ出していたうちにいた時は下着一つ自分で買ったことのない父だった桃子は飛びついて買い物かごをひったくろうとした「私が持つから」父は渡さなかった目だけは泣き出しそうだったが もっとしした顔をしてすごい力でかごを抱き込むと桃子を振り切り赤信号に変わりかけているのを無視して横断歩道を向こう側へ走った通りの真ん中にサンダルを片方落としたが取りに戻っては来なかったサンダルはヘップバきと呼ばれるえんじ色の女物だった。 二代目か三代目の車の腹の下に吸い込まれるのを見届けて桃子はそのまま歩き出した運慈谷の駅前から都築の勤め先に電話をして呼び出した桃子の方から電話をしたのは後にも先にもこれ一回であるその晩初めて都築と二人で酒を飲んだ それまでは喫茶店でコーヒーだったが、その晩からは食事と酒をつづきがおごるのが習慣になった。酒だけではない。つづきの前で涙を見せたのもその晩が初めてだった。お父さん、仕事はしてないのかしら。消火器の会社に勤めたんだが、それがどうもインチキらしくてね。 女の世話になっているということなのであろう。桃子は、もう父は帰ってこないだろうと思った。娘にあんな姿を見られたからには、体でもダメにならない限り、戻ることはありえない。私、間違ったことしたのかしら。そんなことはない。桃子さん、いつも正しいよ。でも、 なんか逆逆へ行ってしまうなあ、あたしのすることは。続きが笑い、つられてもも子も笑った。笑いながら背中を丸めてミシンを踏んでいる母の姿を思い、お天気雨のように大粒の涙をこぼしてしまった。一度弱いところを見られてしまうと道がつくというのか。 あとは涙を見せることもさほど恥ずかしいと思わなくなった月に一度会ってちょっと涙ぐんだりすることが楽しみになってきた続きの前に座ると気持ちが柔らかくなっているのが分かった固くよろっているものを脱ぎ捨てていた負け戦を覚悟で砦を守っているけなげな部隊長の役も 役に立たない犬猿キジを連れて鬼退治に向かっている桃太郎もお休みにして育児のない生き遅れの女の子に戻ることができた好きなものを上がり月給のほとんどを家計費にしていることを知って続きはいつもおいしいものをごちそうしてくれた元気でいるらしいよまっ ここまで来たら生還するんだな。桃子がうなずいて相談はこれでおしまいである。こないだの話どうした翻訳やってるなんとかって男に誘われたって話。ああれはもういいの。私よか彼にぴったりの女の子いたから紹介したわ。ちょうど試合の切符2枚手に入ったからそっちへ回しちゃった。 今度またポン引きやってるのかその方が気が楽なんだもの私そっちの方の才能あるみたいよこれっと目星つけてあてがうと途中でこじれても大抵うまくまとまるみたい続きは黙って桃子のグラスにビールをついだこの人にはみんな見られている 自分のの引きずっている毛類の重さ、それが原因で土壇場になって惨めな思いをするくらいなら初めから降りた方がいっそ気持ちがいいそう言い聞かせてサバサバ振る舞っているうちに習いせいとなってしまった桃子さんは中途半端だからいけないんだどういう意味ですか絶世の美人なら、 どんなにももちゃんが逃げたって、人殺しした親父さんがついてたって男は追っかけてくる。そりゃそうだ。どうしようもない不美人ならもっと謙虚にいい加減のところで下手に出て手を打ってる。ももちゃんは住人並みだから一番始末が悪いな。図星だったからもも子も大きな口を開けて笑ってしまった。住人並みといえば、 続きもその口であった。見かけも才能も懐具合もどれをとっても宙の宙に思われた「都きさんってあだ名はないんですかないね子供の時からなんだかつまんないあだ名のある人間の方が少ないよラッシュの電車に乗って見回してごらんあだ名のなさそうなサラリーマンが りにぶら下がって揺られてるからそういえばうちのお父さんと言いかけて桃子は言い直した家族もあだ名はないみたい都築にビールをつぎながらさらりと訪ねた都築さんの奥さんあだ名あるあれもないなあ,あだ名のない普通の妻に あだ名のない普通の二人の子供普通の建て売り住宅三年の間に続きがポツリポツリとしゃべった中身をつなぎ合わせるとおよその見当はついていたあだ名のあるのは桃ちゃんだけだよ桃太郎かだんだん似合ってきたみたいだなその通りだなと思う 仕方ないわ。だって私ご飯の時お父さんが座っていた席で食べてるんですもの。いつ頃からそうだったのか今は思い出せないのだが丸い食卓で父のところだけポツンと開いているのが嫌でごく自然に間を詰めているうちに桃子が父の席に座るようになっていた。 ご飯を予想順番も桃子が一番先になった大小にかかわらず何か決めるときは皆が自然に桃子の目を見た台風接近のニュースを聞くと「懐中電灯の電池入れ替えときなさいよ」と母に命令した冠婚葬祭に包む金額を決めるのも桃子だ 弟や妹だけでなく母親にまで意見をするようになったメソメソしたって帰ってこないものは帰ってこないのそんな暇があったら眠るか働くかすること何々することというのは出ていった父の癖である弟の健太郎が大学に合格した時 桃子は弟だけに夕食をおごった車用で一回行ったことのある豪華なステーキハウスへ連れて行った自分はサラダだけにして弟には分厚いステーキをとって祝杯をあげ仕上げにバーを一軒おごるつもりでいた家族全員となると懐がたまらないがこういう場合 昔の父親のやりそうなことをしてやらないとかわいそうな気がしたからであるところが健太郎はステーキは食べたくないという「俺胃の調子が悪いからハンバーグがいいな」「ガンとして譲らない」「ハンバーグなら何もこんな高い店へ来ることはなかったのにと」と中っ腹になっているところへ肉の皿が来た。 ハンバーグに目玉焼きが添えられふいる不意にデパートの食堂で見た情景を思い出した若い行員風の父親と中学生の息子がハンバーグを食べていたのだが皿が運ばれてくると父親は自分の分の目玉焼きの黄身のところを四角く切って息子の皿に移したのだ。 あれが父親の姿なんだわ桃子はあの父親と同じように君のところを四角く切り健太郎の皿に乗せた」「健太郎はびっくりして姉の顔を見ていたが潤んできた目を見られないように慌てて下を向いてあの時の少年と同じように黙って二つ分の君を食べ始めた。 父親の役をやっているせいか桃子は玄関の真ん中に靴をおっぽり出して脱ぐようになった歩く時外股になったような気がする続きにそれを言うと声を立てて笑った「内股の桃太郎」なんて聞いたことないな気持ちが悪い大きく笑ったはずみに肩が触れ合った 酒が入っていたせいか都きも桃子も慌てて体を引くことをしなかったその晩珍しく酔った都きは桃太郎の歌を歌ってくれた祖母がよく歌っていたという昔の小学商家である「桃太郎さん桃太郎さんお腰につけたきびだんご」。 一つ私にくださいな。都きはバーのカウンターに置いた桃子の手の甲を軽くたたいて調子を取りながら歌った。くださいなというところで手を重ねしばらくそのままにしていた。桃子はそっと手を引こうとした。都きは二番に移った。やりましょうやりましょう。 これから鬼の征伐について行くならやりましょう」。歌い終わりにはまた手を握るようにした。行きましょう「行きましょう行きましょうあなたについてどこまでも家来になって行きましょう」。桃子は体が熱くなってくるのが分かった。「続きの欲しいというきびだんごは 私のこときびだんごをもらったらあなたについてどこまでも家来になってやるという意味なのであろうか毎月一回会うことは昔の上司の娘に対する同情というよりもっと別のものに育っていたのかそういえば桃子も今日あたり 鈴木から連絡がありそうだなという日は洗濯したての下着を着てきている「父の相談」という名目でお互い気持ちをごまかしてきたがこれは合いびきだったのかもしれないこの3年の間に育てれば育ちそうな恋を桃子は自分の手で摘み取ってきた。 他に恋人がいるようなふりをしてゆとりを見せて他人に恋を譲ったこともあった分けしりぶって自分に関心を示した男に女の子を取り持ち仲がこじれると仲裁役まで買って出たそれでもいじけずにどうやらやってこられたのはうちのため母や定前のためということもあるが月に一度 気心を許して話せる続きの存在のせいかもしれなかった続きは目をつぶりまた一番に戻って低い声で歌っている初めて鵜久谷の父のアパートへ行った時のように胸に飛びついておでこを揉むようにしたらこの人はどうするだろう あの時のように背中をさするだけかそれとももっと別のところへ私を誘うのだろうか「三年も桃太郎をやったんだもういい加減くたびれている桃子になってこの人の胸にもたれかかりたい」「ふいに縦売り住宅の間取りが見えてきた」 入ったとっつきが8畳のダイニングキッチン奥が6畳の夫婦の部屋風呂場とトイレ2階が4畳半二間の子供部屋続きのうちであるピアノの置き場所も近頃出の悪いというプロパンガスのボンベの位置も見たことがあるみたいに見える。 この人には妻子がいる。内職のミシンを踏んでいる母の顔が目に浮かんだ。誰よりも頼りにしている長女が、よりによって妻子のある男と。それは、うちを出た父親を認めることになる。他人の夫を奪った父の女を許すことになる。母親は逆上して、 父が出て行った直後やったようにガス管をくわえる騒ぎになる桃子は手を引き体を離したあと一年健太郎が大学を出るまでは頑張らなくてはならない同じところを繰り返していた続きが歌詞を思い出したらしく 続きを歌い始めたいめ「そりゃ進めそりゃ進め一度に攻めて攻め破り潰してしまえ鬼がしま」「面白い面白い残らず鬼を攻め伏せてぶんどり者を縁やらや」バンバンざい「ばんばんざい、お供の犬や猿雉は 勇んで車を縁やらやそういう日は来ないような気がするが桃太郎だけ逃げて帰るわけにもゆかないのである八幡宮の境内は新刊としていた日曜の昼下がりである由緒あるお社らしいが 手入れが行き届かずかなり荒れている無人の社務所の汚れたガラス窓に氏子の鬼神を求める紙が貼ってあった買い物がてら内職の仕立て物を納めに行く母と一緒に家を出て通り道にある八幡宮へ桃子もついてきたのである母はさい銭箱に百円玉を放り込むと 大きくわでを打ったもともと細かいたちだったが父がうちを出て収入が細くなってからは一層締まり屋になっていたさい銭はあげたところで十円玉と思っていたので桃子はびっくりしてしまった母は長いこと祈っていた桃子も手を合わせながら 母は何を祈っているのだろうと思った父の帰りであろうかそれとも父と一緒に暮らす若い女の不幸であろうか桃子は神にではなく母に詫びたいことが一つあった母にも続きにもないで父と同居している女の おでん屋を覗いたたことがああったからである。母には場所を教えず「絶対に行くな」「行ったらお母さんの負けよ」と言っておきながら父と自分たちの運命を狂わせた人の顔が見たくて我慢ができなかった <noise> 駅裏の横丁にある小店だった湯気で曇ったガラス戸を細めに開けると「いらっしゃい」 威勢のいい声がした。意外であったカウンターの内側に立っているから間違いなくその人なのだろうがママというより掃除婦という方がぴったりであった年よりも老けたお城池のない顔はおどけた女漫才師という感じだったくすんだ色物のブラウスに地味なカーディガンを羽織り スカーフで髪をひっつめに縛っている女一人なのであっちも意外だったらしく「すみませんいっぱいなの」7人も座れば満席のカウンターには労務者風の男が目白押しに並んでいる「いいんですまた」意味にならない挨拶で桃子がガラス戸を締めかけた時急に女が「あ 急に真面目な顔になり、スカーフを取ってお辞儀をした。おでん鍋に頭がくっつくほどのひどく切実なお辞儀だった。桃子を知っている頭の下げ方であった。ルノワールの絵の女でも、グラマーでも、悪女でもない人だった 背負い投げを食わされたような奇妙な気持ちで帰ってきたそのことは母に後ろめたかったが続きとのことで埋め合わせをしたような気持ちだったあの時溺れていたら母を一番に悲しませていた続きはさりげなく帰っていったがあの晩のことが原因で自分から離れていくことがあったとしても仕方がない うちのために自分は曲がることはできないのだ気持ちがめげそうになったら今までもそうしたようにうーイスダに駅のベンチに座って気持ちを鎮めればいい父に対する怒りや恨みは3年の年月でだいぶ風化はしているがまだおまじないぐらいの効き目はある母親が 小さく2つ手をたたいた。3年前に比べると別人のように太った。母は太ったせいか、きめが細かくなった。うつむいた。襟元が木まれ日に光って妙に女らしい。ひところは顔にも物腰にもやつれと恨みがにじんで、わが親ながら浅ましいと思った時期もあったが、そういえば。 この半年ほどはゆったりとしてきた。あきらめて離婚届に印をして、もう一度別の人生を歩いてみるのもいいんじゃないのと、機嫌のいい時に行ってみようかなと、桃子は母の襟足を眺めた。母が何を頼んだか知らないが、百円の再生は、 ったく聞き目がなかった弟の健太郎が家を出たのである前からミシンがうるさいと言って友達のところへ試験勉強に行っていた友達というのは男だとばかり思っていたが女だったのである徹夜の勉強は外泊だった「卒業するまで待てないのかい?」と言った母親に。 俺一人分の食費が助かっていいじゃないか本と着替えだけ持って出て行ったというのである桃子は体が震えるほど腹が立った大学の教室前に待ち伏せして弟を捕まえ引きずるようにして校門前のレストランに連れ込んだ自分時を外れていたせいか店は空いていた 注文を聞きに来たウェイトレスに桃子は「ハンバーグ2つ上に目玉焼きをのせてください」と頼んだタ太郎と目がぶつかった「あんたあの日のことを忘れたの」と言ってやる代わりに現物を突きつけてやる着たいものも着ず恋も諦めて父親代わりを務めた3年をあんたはどう思っているの そう叫びたかった。目玉焼きを添えたハンバーグが来た。健太郎はナイフを取ると。二年半前に姉がしたと同じように。君を四角く切って。姉の皿に置いた。返せばいいってもんじゃないのよ。健太郎は黙って。ハンバーグを細かく切り始めた。 したことを恩に着せるつもりはないわよ。あんたにかけた月謝の分返してくれって言ってるんじゃないのよ。あたしはいいけどお母さんがかわいそうだって言いたいのよ。そうかな。そうかなってあんたそう思わないのフォークを置くと健太郎は姉の顔を見た。人の心配する間に 自分のこと考えた方がいいんじゃないかなどういう意味みんな適当にやってるんだよ渋谷のハチ公前で待ち合わせをした健太郎は同じくハチ公の前で人待ち顔の母を見つけてびっくりしたもっとびっくりしたのはそこに父が現れたことだという父は何も言わず 先に立って道玄坂を登っていく二三歩遅れて母もついていく悪いと思ったんだけどついていったんだそしたら賢太郎は言いよどんで下を向いた二人は連れ込みホテルへ入っていったいつごろなのそれ 何年ぐらい前かな。風船に針で穴を開けたように体中の空気が抜けていくのが分かった桃子はその足で美容院へ飛び込んで髪を切ったセットの代金を惜しみ3年前からパーマもかけずにいた髪は肩の辺りまで伸びていた「何かしないと」 気持ちの収まりがつかなかなった。このままの気持ちを母にぶつけたらどんな言葉が飛び出すか見当がつかなかったからである仰向けに寝て髪を洗ってもらっていると改めて腹が立ってきた半年前といえば覚えがある母が身の回りを構うようになり内職仲間で 離婚した人たちの身の上相談を持ちかけられていると言っては外出するようになった時期である外で父と会っていたのだ父がうちにいた頃よりももっと女らしくなったこれでは母の方が愛人ではないか私はこの3年 何をしてきたのだろう人生はワンンツーパンチ女だてらに父親気取りで部隊長みたいな顔をして号令かけておかしくて涙が出てきた女としての本当の気持ちを封じ込め身も心も固くよろって過ごした3年だった。 くる,み割るくるみの中に使わぬ部屋いつどこで目にしたのか忘れたが桃子はこんな俳句を詠んだ覚えがある確か読み人知らずとなっていたが気持ちの隅に引っかかっていたのであろう甘えも嫉妬も人一,一倍強いのにそんなもの 生まれつき持ち合わせていませんという顔をしていただが薄い膜一枚向こうに自分でも気のつかない本当の気持ちが済んでいた今から気がついてももう遅いのだろうか実りはもうないのだろうか渋皮に包まれた白く油っぽいくるみの実は 母の襟足である。「父が家を出ることをしなかったら母は痩せたギスギスした女として一生終わったに違いない」「ふっくらと太っていそいそと父に会いに出かけていた母は今使わぬ部屋に新しく足を踏み込んでいる。 濡れた髪に美容師がハサミを当てている。思い切って耳の下で切り落としてもらった頭の地肌にピタリとくっついたおかっぱは子どもの頃絵本で見た桃太郎とそっくりであった。 の朗読はいかがでしたか？それではまた次回お楽しみに。